はい、皆さんこんにちは、岸田と申します。本日は鎌倉殿の13人第43話のストーリー解説をしてまいります。ストーリーを順に追いながらですね、今回の43話の解釈を深めてまいります。個別事象の深掘りに関しましては、すでに徹底解説という動画をアップしておりますので、上のリンクからそちらに飛んでいただければと思います。こちらは基礎的にストーリーを追いながら解釈を深めますのでね、まあストーリー復習したい方中心にお楽しみいただければと思います。それでは早速お話入っていければと思うんですけれども、まあ今回のタイトルは視覚と視覚ということで、まあタイトルの解釈の、まあ、考察に関しましては、もう一個のその徹底解説動画で話しているんですけれども、まあざっくりというかスタンダードに解釈するのであれば、鎌倉殿になる資格、今鎌倉殿に資格がある工業というのが中心であるかなというふうに思います。もちろんその他の意味様々な解釈あると思いますけれどもね。で、もう一個のこの資格の方に関しては、これはまあかなり諸説というか、いろいろとあるかなと思うんですけれども、まあそれこそ三浦義村がですね、工業をこう焚き付ける、完全に私は演技だと思いますけれども、クライマックスのところで焚き付けて、でこう北条を許すまじ、実朝許すまじっていう感じにすることによって、まあ今回その朝廷から頼仁親王という四代鎌倉の候補をですね呼ぼうという話に資格ができてしまって、来週以降音を立てて崩れていくということになるんじゃないかなというのが私の現時点でのスタンダードの解釈となります。で、今回の43話なんですけれども、基本的には前回の、42話から地続きでございますけれども、まずは工業が鎌倉殿にとにかくなりたいというですね、意欲を示すところから今回始まりました。修行を終えては6年ぶりに鎌倉へ帰還したわけなんですけれども、まあ、三浦義村にあの件はどうなってるっていうふうに言う感じでですね、まあ、次の鎌倉殿になる手はずを整えようというのをですね、三浦義村と工業は考えておりました。もちろん別にこれは実朝を今すぐ殺そうとかそういうことではなくて、実朝が鎌倉殿の座から降りるないしは、まあその、亡くなってしまう、これはその病気とか、ね、殺されるって意味じゃなくて、亡くなった時にとにかく次の筆頭候補に、なっておこうというような形の、レベル感かなと思いますけれども、もちろんそれはうまくいかなかったのが今回全体を通しての話でございました。で、一旦はですね、鎌倉に帰還した後、鶴岡八幡宮の別当になるわけでございますけれども、まあ意欲を見せて、三浦義村もですね、こう、鎌倉殿の後継ぎは他にはいないというふうにこういう形となります。もちろん他で言うと、例えばですけれども、三井とあの禅嬢の息子である、あの時元もですね、一応源氏の血筋として生きておりますし、鎌倉殿の13人の中では細かく描かれておりませんけれども、一応源氏の血筋と、呼ばれるですね、男児は他にも数名おります。しかし基本的にはですね、出世しておりますので、もちろん元族と呼ばれるですね、出世した上で、また改めて、鎌倉殿の資格になるということできなくはないんですけれども、一応まあ男児は別に他にもいるっちゃいるというのが実情ではございます。まあそうは言ってもですね、まあ一応工業筆頭候補というのは、まあ頼家のね、息子でございますので、二代鎌倉殿の息子でございますので、資格があるっていうのは何ら、間違いではないのかなっていうところでございます。でですね、まあそういった形で工業はもうやる気満々なんですね。とにかく鎌倉殿頑張りますって形でですね、モチベーションももうすごいやる気満々でいい感じではあるんですけれども、当然我々視聴者はお分かりの通り、前回の42話の最後で、実朝は養子を取って、その子に次の鎌倉殿になってもらおうということを宣言しておりました。なんですけれどもですね、それをまだ誰も工業には伝えられておりません。まず義時と工業がですね再会対面するんですけれども、この場でまあ義時も伝えることはいたしませんでした。まあ、できませんでしたと言っても過言ではないですかね。で、一応工業が出て行った後に、まあ、いきなり工業に伝えるよりも工業の実質後継人である目の塗である三浦義村に対して義時がまあこういうことになっていると、我々視聴者が前回42話のラストで把握している内容というのを伝えます。なんですけども、このシーンの三浦義村の顔がですね、今まで結構三浦義村って冷静沈着なところがあって、まあ、なんていうんだろう、こう、予想外のことが起きても表情一つ変えずに一つ一つズバ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 対処していく人物ではあったんですけども、ここの義村義時会談に関してはですね、ちょっと表情がこう、やっぱり想定外と思っているような表情を見せていたのが非常に印象的でございました。で、義時は次の鎌倉殿を今日から招くって言うんですけれども、まあ、それは反対いたしますよ。まあ、それはね、まあ、この後また別のところで話しますけれども、三浦義村からしたら、工業が鎌倉殿になれば、その後見人で実質ございます三浦義村は、場合によっては北条と同じぐらい、北条を蹴散らせば自分たちが一番の御家人になることも可能となるわけでございますので、
まあ、その工業が唯一の希望の星と言っても過言ではないわけなので、その工業が鎌倉殿になれないっていうふうになると、おいおいおい、ちょっと三浦の繁栄のためにもそれは困るぜっていうような話になってしまうので大反対ということですね。で、政子は政子でですね、また工業と話す機会とかあったんですけれども、政子も工業に、このあなたは次の鎌倉殿の候補じゃないよと、次の鎌倉殿は今日から招くよというようなことを伝えられないでおります。なんですけども、実朝がちゃっかり言ってますよね。ちゃっかり工業に言っておりました。私は大御所となり、そなたには新しい鎌倉殿の相談相手になってもらえると。悪気はないんですよ。悪気はなくて、もちろんさっき言った通り、原族って形で、まあ、出家した身であるところから鎌倉殿になることは可能ではあるんですけども、まあ、実朝ね、こう、なんだろうな、良くも悪くも不器用ピュアなところがあるので、まあ、出家してるし別にも鎌倉殿になる気ないと思うんだよねっていうふうに、悪気を持っていたんじゃないかなと思います。だから別になんかいじめようとしてね、言ったような感じっていうのは見受けられなかったなと思うんですけれども、まあ、そういうとこだぞ、そういうとこだぞっていうのはですね、まあ、ここ数は結構実朝、ほころびがあるなと、私個人としては思いますね。まあ、それこそ和田義盛に対して、お前に罪はないっつっても、いや、和田義盛御所に火つけてるしっていうのが、まあ、冷静に俯瞰して考えた時に罪あるじゃんって思いますし、まあ、前回の、まあ、操船船の建造の件でもですね、こうなんか、こう、自分がこれだっていうふうに思うと、こう、周りが見えなくなるっていうのが、実朝のウィークポイントかなと思いますんで、よく言えばピュア、悪く言うと、ちょっとそれが、なんで悪く言えばなんて言うんだろう。不器用って形なのかなっていうふうに思いますよね。はい。柔軟性がないかな、悪く言えば柔軟性がないという感じかなと思います。はい。で、それぞれの思惑ということで、まあ、工業は当然そのことをですね、実朝から聞いたら、話が違うっていうのをぶち切れる形となり、まあ、そりゃそうですよね。まあちょっとそれはもう別に工業悪くねえよなって思いますよね。で、工業はこの千日参籠と呼ばれる、まあ千日間お寺にこもりましょうというような、まあしきたりというか風習があるんですけれども、まあその間、千日間こもる間に、今なんで約3年ですよね、約3年間かけて、まあ実朝に対して説得、周りを説得して、なんとか次の鎌倉殿は工業殿ですっていうふうにするというふうに約束をいたします。で、吉村は義時と三井に同意を求めまして、まあ、これに関しては実質同意をする形となりました。そりゃそうですよね。三井からしたときに、もちろん三井に関しては、三井が工業が次の鎌倉殿になるってことに関しては、特に別に旨味はなさそうに見えますけれども、仮にですよ、工業が鎌倉殿になった後、工業が早めに、まあ、殺されるっていうちょっと不穏な話は置いといて、もし病気であるとかその他の不可抗力で亡くなってしまった場合には、次の源氏の血筋をっていう風になると、先ほど話をした通り、あの前女と三井の息子であるあの時元も一応源氏の血筋ではありますので、鎌倉殿候補になるわけですよ。なんだけれども、もう4代鎌倉殿以降はこの人が鎌倉殿ですって人だったら血筋もクソも関係ありませんと、別に今日の朝廷から連れてきてもいいですよっていうことがですね、まかり通ってしまうと、もう自分の息子はそのチャンスをもうほぼほぼもうなんていうの、こうむしり取られてしまう形でございますので、そりゃないよねって話になります。で、義時からしても単純に自分が主導権を握れないってところを含めて全然面白くもないですし、まあこれは義時の綺麗事かもしれないですけども、常にまあ鎌倉あっての北条であり、そして兄宗時の願いである北条がてっぺんに立つというようなことがですね、やっぱり朝廷から鎌倉殿が来ると朝廷側のまあ意向っていうのがこう意向というか影響力がね、強まってしまうので、なかなか北条の力が発揮できない、主導権が握れないということで、まあ、それぞれ思惑は別々なんだけれども、四代鎌倉殿の朝廷から呼ぶのは反対というところでは、まあ一致する、同意するというような形でございますね。で、このですね、まあ抵抗が、義時の大抵抗はもうもちろんそうですし、工業もブチ切れてるし、三浦義村も三井もそりゃねえべっていうふうに言ってるわけなので、政子はですね、ちょっとあまりの抵抗にこう不安になってきます。まあ、政子は、その今日からなぜ養子を招こうっていうね、実朝大御所っていう案を考えたかっていうと、例えばですよ、もし工業が鎌倉殿になったとしたら、三浦の力が強くなるじゃないですか。そうすると結局、まあ、北条は置いといて、他の御家人たちが、次は三浦か、この野郎みたいな感じでこう、なって、だったらその次の鎌倉殿の血筋の目の塗布には、なんとかうちの家をみたいな感じで、結局またそこでこう、争いが起きると。なので、外から連れてくると、要は、しがらみがないわけなので、まあ、そういった形にやろうというふうに思ったわけでございますね。だから、まあ、これ毎回政治の例えを出すとあんまりこう、うまくねえなって言われちゃうんだけれども、だから結局、自民党の派閥を持っている総裁候補が総裁になるのと、無派閥の人がこう、総裁になるのと、しがらみがどうなんていうような話でございますね。まあ、無派閥無派閥で、菅前総理がうまくいかなかったとか、そういう話はいろいろ置いといて、まあ、だとその、しがらみがない人を連れてこようっていうのが政子の思惑であったわけ
けでございます。で、まあ、不安に思うので、まあ、大江広元に対してそれをこう相談をしたところ、まあ、自分の持った道を突き進めというふうに助言をされますよ。ね、大江広元も頭脳明晰でキレッキレなのに、もうちょっと目を患ってしまっておりまして、もうほとんど目が見えなくなってきてしまっているのが辛いところなんですけれども、その辛さの中、ちゃかり政子にこう、重めの告白をしてましたけれども、重すぎますって言われていたのとかも、ちょっと面白い部分でございましたね。まあ、逆になので、結構この、政子と大江広元の、なんかこう、熟年ロマンス感っていうのが、こう、ここ数はね、視聴者の間で、まあ、プラスの面でもマイナスの面でも、結構ザワザワしていたところはあったと思うんですけれども、まあ、今回をもって大江広元一応振られたというような形かなと思いますので、今後はまあ、大江広元は再び、まあ、ちょっと目は見えなくなってきてしまっておりますけれども、冷静沈着で、有益なアドバイスをする文官として、引き続き、鎌倉のために尽力をする。おそらく最終回まで出るだろうというふうに私としては考えております。で、工業は、まあ、千日参道に入るんですけれども、連絡係はですね、駒若丸という、これ吉村の息子ですけれども、が担う形となっておりました。まあ、なんですけども、工業何回も、鶴岡八幡宮から出てきておりましたので、あの辺はやっぱりちょっと工業の、もう本当に落ち着かなさというか、鎌倉殿になるために修行頑張って、で、今も頑張っているのに、その先の未来の夢が破れというか、断たれてしまうと、まあ、いても立ってもいられなくなるようなっていうのは気持ちとしてはやっぱり理解できますよね。はい。で、実朝からの表明ということで、実朝が関係者一同を集めてですね、話し合いの場を、設けます。で、義時はまず間髪入れずに、もう一度御家人のみんなでこう話し合いをするべきだというふうに言うんですけれども、抵抗を示したんですけれども、まあ、実朝は上皇から知らせが来たという形で文を読み上げる形となりました。その知らせというのは何かというと、上皇の親王、つまるところ子供ですね、上皇の子供を鎌倉殿に出しますよという返答でございました。で、このその中でも頼仁親王という子供のお母さんは今の鎌倉殿の実朝の奥さんである千代のお姉さんでございますので、まあこうなるとですね、実朝からしても千代からしても願ったり叶ったり、二人に関係のある人物が鎌倉殿を継いでくれるということであるので、まあ、願ったり叶ったりということでいいじゃんっていうような感じでなります。で、やっぱり朝廷からしかも上皇の子供をっていうふうになると、義時も吉村もその場ではそんなおかしいだろうっていうのはあまりにちょっと、まあ礼儀も作法もクソもないので、その場では義時は、まあ、実現すればこれに勝る喜びはございませんと言い、吉村は御家人たちもみんな喜ぶと思いますというふうにその場では言います。しかしその後吉村は、俺は諦めん、三浦が這い上がる最後の好機なんだというふうに言いまして、まあ、これがやっぱり今までの三浦吉村の裏切ったり裏切らなかったりってもう何回もいろんなことしてるわけじゃないですか。和田合戦しかりですけれども、それってのはやっぱり常に三浦が繁栄するため、存続するため、まあ、冷静にね、この鎌倉殿を振り返った時に、上総広常は殺されたと、ね、和田合戦で和田義盛親戚も殺されたと、比企能員も殺されたと、畠山重忠も殺された、梶原景時も殺されたと、そういった中において三浦がここまで生き残ってきた、生き残るだけではなくて、こっからより今北条がどうしてもトップであるわけでございますので、北条をなんとか踏み台にして自分たちが上に行ってしまおうというふうに思っているわけなので、まあ、その最後の後期工業の貢献に目のトップでございますので、まあ、これをなんとか実現したいというふうに思うのは、まあ、当然かなというふうに思いますよね。はい。で、政子と時宇佐がですね、上洛する形となりまして、まず、政子と藤原の金子との対談、めちゃめちゃ私はこのシーンが大好きだったんですけれども、まあ、政子がですね、こうね、藤原の金子からのね、嫌な質問であるとか、ね、こう嫌味とかを全部ですね、こう、まるで全部こう、想定質問であったかのようにですね、わかりやすくですね、こう、だけども角が立たないようにこう、返答する、していったらですね、藤原の金子がですね、政子を、悪くないじゃんというふうに思って、でね、やっぱり今日朝廷ではこう政子のね噂っていうのはね、鬼の面相であるとか、なんか奇大な悪女であるとかとか、それこそ我々のこの我々視聴者が歴史における北条政子がそういう人だったっていうふうに一部こうね話としても流れてくるようなことをですね言うわけですよ。今日ではそういう評判だと。だけれども藤原の金子は政子のことを気に入り、誰が鬼ですかっていうふうに言ってですね、まるで大仏のようねと、奈良の東大寺の大仏のようねというような、まあ、安らかな顔ですねというような形でですね、お気に入りとなりました。そして近づきの印に、お酒を飲むというような形となりました。
一方その頃特急佐も危なっかしかったんですけれども、面白い展開がありました。まあ、特急佐がですね、後鳥羽上皇が後鳥羽上皇と名乗らずに周菊、まあ、ケマリですね、私ケマリかケマリかケマリかいつも発音がおかしいっていうね、ちょっと周菊って言いますけれども、周菊をこうまあボールをね、特急佐の足元に持っていって、特急佐は後鳥羽上皇と相手が知らずに、まあ周菊をですね二人でする形となります。でですね、特急佐は相手が上皇と気づかずに肩をポーンってやるんですね。危ねえ危ねえ危ねえ。そしたらですね、お怪我はございませんかっていうふうにこうね、後鳥羽上皇の、まあ、周りのお付き人が来てですね、そして慈円が、ね、上皇様にあられるっていうふうに言って土下座謝罪という形でございました。でもここでやっぱその周菊がうまいっていうのは、一つ単純にそのスポーツができます、まあ、接待ゴルフがうまいとかと同じなのかな今で言う、まあ、なんかね結構気に入られちゃったんですよね、その気さくな面含めて。特急佐気に入られた部分があって、特急佐と申したかな、はい特急佐でありますってよく言っておりましたけれども、まあ、気に入られてしまって、それも結果的にはその頼仁親王を、鎌倉殿にっていうですね、まあ、決断のきっかけになっていたので、政子も特急佐も上洛した上で朝廷に気に入られたということで、今回のこの上洛、今風に言うと出張はですね、大成功に終わったという形でございます。でその時、まあ、政子はですね、この上洛で分かったのは、まあ、天皇の妃が解任しているということなので、天皇の妃が解任しているってことは、天皇に男児が生まれたらその子がその次の天皇になるってわけでございますので、まあ、男児であれば、そもそもこの頼仁親王ってのは今の天皇の弟でありますので、そうすると天皇になるには積まれてしまうので、だったら無役でね、今日で過ごすよりも一応鎌倉殿っていう、まあ、幕府のトップに立つっていうのは、まあ、願ったり叶ったりということで、まあ、両者の思惑が一致して四代鎌倉殿の候補は頼仁親王という形となったわけでございます。で、頼仁親王正式に、後継者に決まったわけなんですけれども、まあ、親王の後見として、源実朝は左大将に任命されます。で、左大将っていう、まあ、立ち位置、位っていうのは、右大将よりも上なんですよ。で、頼朝は最終的に右大将まで上り詰めましたけども、左大将まで行けませんでしたので、これをもって実朝は、位においては頼朝を超えて1代鎌倉殿2代鎌倉殿ともに名実ともに超えた、名実ともに名は超えたというような形かなというふうに思います。で、合わせて実朝は、まあ、泰時が、側近でございますので、泰時を官職に、つけられないかというふうに相談をしたところ、源仲章が讃岐の神に使いつけるようにと上皇に口添えすると約束をいたしました。で、源仲章はね、嫌な感じでしたけども、義時に対しては引退を進め、自らが関白になると宣言をいたしました。合わせて、執権にもなっちゃおうかな。はっはっはっていうふうにこう、言っておりまして、さっきですね、視聴者さんからコメントで、生田斗真さんのことが嫌いになりそうですとコメント来てましたけれども、ね、嫌な感じが非常にね、こう、うまいですね、板についてきて、キャラとしては嫌いだけども、これを演じれる生田斗真さんはすげえなっていうふうに思う部分がありますよね。はい。で、また出張大成功でございましたんで、政子は、気に入られたこともあり、従三位になりました。従三位ってこう言っておりましたけれども、まあ、そういった形となりました。で、北条義時の慣れなかったものということで、今回、まあ、全体を通して義時よりもやっぱり政子とか義村とか工業が目立った回ではありましたけれども、まあ、義時は、泰時、息子の泰時がさっきその讃岐の神にね、推薦されておりましたけれども、その推挙を断るように願い出ました。で、これっていうのは結局今回もしこれで泰時が、讃岐の神になってしまったら、源仲章に仮を作ることになるんですよね。ってなった時に、義時亡き後、それこそ執権であるとか、泰時が鎌倉幕府の中枢で、まあ、活躍していこうというふうになった時に、源仲章がお前、俺に仮があるだろうっていうふうに言って、全部立ち塞がれる可能性っていうのがあるので、仮を作らない方がいいぞっていう、義時の優しさでございます。そしたらですね、泰時はこれはこれで、もう結構、ここはね、思惑が一致して、まあ、この申し出に関しては断ろうという形となりました。で、義時は、お前なら私の目指してなれなかったものになれると言って、泰時は、父上がなれなかったものとは何なのですかと言うけれども、まあ、それが何かの返答はございませんでした。まあ、ここの紐解き、解説考察に関しましては、徹底解説の方の動画で、探求しておりますので、そちらをご覧ください。そして、最後に描かれたのは、三浦義村劇場でございました。まあ、工業はですね、まあ、当然ですけれども、頼仁親王が後継者に決まったと知り、大激怒いたします。
で、吉村はですね、これ全部嘘だから、全部芝居だからね、その、全部ちょこっとずつ情報をポロッポロッと出して、で、こう、工業の興味をね、こう示して、それこそね、義時が頼家を殺害したことであるとか、扱いやすい実朝も鎌倉殿にしたっていうのを全部そのまま説明するんじゃなくて、いや、そんな小四郎は裏切ることはできません。なんだなんだ、つって。いや、父上は殺され、いや、これ以上は言えませんみたいな、なんかもうね、わざとらしくてしょうがないんだけども、当然そうすると工業がね、こう、ちょこっとずつ興味を惹かれてしまうので、こう、なんだなんだってなって、一つずつ衝撃を受けていって、結果的に結論としては、北条許すまじ、実朝許すまじっていう形となりまして、もうダーク工業化してしまったという形でございました。ね、北条を許してはなりません。そして北条に祀り上げられた源実朝もまた真の鎌倉殿にあらずと。で、数ヶ月後に鶴岡八幡宮で、まあ、実朝の左大将の拝賀式を行いましたけれども、まあ、その陰から工業が見守るという形で、まあ、千日三郎の、途上かなと思いますけれども、陰から見守っておりましたよと。物陰から工業が実朝を見る。これは史実が示す今後の流れとの伏線バリバリな演出になっていたなと思いますけれども、まあ、ここでは、来週以降に関しましてネタバレはいたしませんので、まあ、どういうことでしょうねと。ワクワクということで今週はこれにておしまいという形でございます。来週の44話は審判の日にということで、ね、実朝工業、そして吉村と弟ですね。で、こっち、やだねー、やだねー。はい、野江さんと源の名前かけたどういうことなんでしょう。そして、吉時はちょっと、お召し物変わっておりますけれども、これは何なんでしょうね、という形で、今週に関してはおしまいという形でございます。まあね、誰も死なない回ではありましたけれども、非常にこう、だから平和かというとね、もう完全に不穏な足音しか聞こえない回でございましたので、さあ来週果たしてどうなってしまうんでしょうかと。まあ今回のこの結局実朝の後継者を争うゴタゴタっていうのは、まあ来週でほぼほぼ方向性はもうその方向に話を持っていくしかないよねっていう風になって、再来週までおそらく、話としてはかかるのかなと。だいたい最近よくある 2.5 話使って一つの事象を描くというような形かなと思いますので、まあ来週は、いよいよ、まあ後半クライマックスに向けてのですね、まあ要は工業の行く末、何をしでかすのかと、どういう抵抗を示すのかということの、まあその流れが決まってしまうという感じかなと思います。以上でございます。まあ、このような形でですね、まあストーリーの、紐解きをしたり、様々な個別事象の徹底解説を行ったり、また、後日、火曜日になりますけれども、俳優名で解説動画を出したりですね、様々な角度から、鎌倉殿の13人の解説動画を出しておりますので、ぜひ他の動画もご視聴いただきまして、もしよろしければチャンネル登録やいいね評価などもしていただければと思います。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。